使ってみた時のなんか作り手のこうなんぞやみたいなのがこうスポーンときた時にやっぱすっげえ気持ちいい。それはなんかなんだろう、その大量に作られてあろうがなかろうが、やっぱりその考え抜いてできたそのプロダクトの凄みというか、なんかそれはやっぱり好きで、好きよ。うちはお店と家がつながってるから、で家の中からお店の様子をこうなんか、あお母さん何してるかなと言って行こうと思うと、まあ下が土じゃないから石畳があるからずっとこううろうろできてて、でまあ大人に見つかるたびにこう、こらがもう裸足でって言われてたんですよね。そのなんかその神崎憲武さんの本を読もうと思った時に湿気の本があって、でそれを読み始めると途中にその裸足禁止令が1901年にあの東京であの出てますみたいなとこがあって、おやと思って、あれって なんで俺があのちっちゃい時にそれを怒られるんだろうというね。100年ちょっと前に自分のじいさんぐらいの時に大人がこうあのお国にこう禁止されてたわけよ、話を。そうすると100年前って考えるとほとんど着物なのね。まあそのなんかそうすげえ、この100年たった100年前でみんな誰も T シャツ着てない、もちろんスニーカーも履いてないし革靴も履いてないし、その100年前から始まるものであればそのまんまやってきたことを僕も100年後に同じように何も疑問持たずにそのやるんだけど、あのまあ備前も約1000年ぐらいなんで、その1000年の中の今から100年200年のとこってもうちょっとのことだから、なんかこれはいろいろなんかこうこの100年で変わってることというか、昔からさもやってたように教えられてることが全然昔はやってなかったりするんじゃないかなと思って、それすごいなんかそれをが気づくとなんか面白くって、まあ基本的にはやっぱ粘土焼くこと自体がもったいないと思ってるというか、焼きたくないというか、それはすごいある。その目に見えてなくなっていくし、まあ堆積の粘土だからそんなにやっぱり、うん、頻繁にもちろん掘れないし、まあ埋蔵されてる量も多分限られてるし、でその上でなんか、うん、で最大限にまあ生かしたものがで人が欲しいと思う、欲しいというか、まあ、必要なんか使ってくれるというか役に立つのよ、なんか単純に、あ これ買ってよかったとか、これあってよかったとか、なんかそのあこれいいわって言って人の役に立ってるような、まあそれかな。やっぱり僕はやっぱりここに来てもらいたいというか、この空気感というか、まあそんな何も大したことはないんだけど、まあやっぱり普通の街とはやっぱり全然違うし、あー なんかわからないけどこんなとこで備前焼きってできてるんだなみたいな、本当にそれが一番なんか目標というか、うん。